皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョエルやっていきましょう。今日はですね、木曜日のアップデート情報を見ていきたいと思います。まずキャンペーンからですね、ロギンボーナス来てます。セレクテッド選手実装ということで、こちらトークンがもらえて、後ほどね紹介するストアで120の選手がねなんと確定でもらえるので、これはね毎日ログインしましょう。他にもね中級素材とかもらえるんで、必ずね15日までしっかりログインしましょう。続いてこちらですね、 VS マッチのカップ数に応じて報酬が手に入るといったものなんですけども、これがねかなり今回荒れた原因となっていて、なんとね一番上がね115万っていう、これね相当きついです。今ね自分がマッチ3位4位5位とかにいるんですけど、それでもねまだ C なんで、これ相当きついですね。で報酬がねこれなんで、えっていう、もっとくれてもよくないっていう、これかなり荒れてましたね。その今2ランクダウンになったんで、 VS マッチのシーズン切り替わるところで、なんで上げるのめっちゃきついし、多分115万とか前回のシーズン2人とか3人しかいなかったと思うんで、相当きついね。もしそれでね本当にいいとするなら、もっとね報酬良くてもいいと思います。これ118確定とかでも全然いいぐらい、ランダムランクアップ素材とかねもう10個ぐらいくれてもいいんじゃないかぐらい頑張ってるんで、その115万いく人は、これかなりね反感というか批判を皆さんしてましたね。まあそれはねかなり納得かなと、はい、思います。続いてポイントパーティーイベントのこの追加報酬ですね、こちらから受け取れるんで、全体累計ポイント報酬というところから、はい、これも必ず受け取るようにしましょう。こんな感じで117もらえるん で、これに関してはまた違う動画でね引いていこうと思うので、はい、楽しみにしていてください。マルディーニとかねバラックとか当たれば相当いいと思います。結構117強い選手いたんで、前回紹介した動画でも、これもね楽しみですね。で次ストアイベントですね、まずタイムパスコインラッシュと、これがね嬉しい。今回一番全部で1億5000万コインもらえて、まあ、3000 FB で買えて、ルーレットキープラスが900個と、まあ、これ買いますね普通に。はい、これ買います、コイン欲しいからね。あとは毎日コツコツトレーニングパス強化ウィークと、これも正直ね謎なんかね、もっと報酬良くてもよかったかなといった感じですね。 500FB で買わなきゃねゴールド強化素材とかエリート強化素材もらえないんで、これもいまいちかなと思います。まあ、皆さん頑張ってね14も集めてマスター強化素材手に入れましょうといった感じになってますと。で次アイテム受け取りですね、まずルーレットプラスの更新記念プレゼントと、はい、これも来てますと。あとはメンテナンスのお礼、次がポイントパーティーの追加報酬ですね。これが進化素材と確か1000万 TP かな、違ったわ、厳選選手パックと1000万 TP です。これも受け取るようにしましょう。で最後ね目玉の118確定のパックですね、こちら冬の無料10連パックの追加報酬と、またこれもね別の動画で引いていこうと思います。じゃあ今ね報酬でもあったルーレットプラスの更新情報を見ていきましょう。ジャイルジーニョ選手ですね、119の選手かな、まあ、これも正直微妙かなと思います。能力も一応見ていきたいんですけど、はい、こんな感じですね。まあ強いは強いです。普通に逆足もしっかり4あってスピードあって、スキルブーストロケットなんで、ここからさらにスピード上がると、これも間違いなく強いと思います。部活量も両方こうだし、この個人技の高級レインボーだけね気になるけど使ってみたい。で特性がフレア、パワーヘッダー、アウトサイドシュートということで、まあ、この身長が、ね、173センチなんで、ちょっとねパワーヘッダーはいけないとは思うんですけど、フレアとか持ってるから、ね、特性に関しても悪くないのかなと思います。で地味にね変更点があって、ルーレットのこの中級素材、これがね10個から5個に変わってるっていうね、このね地味な変更ちょっとね悲しいですね。これ次10個でよかったかなと、はい、思います。じゃあ次にねストアの更新も入ったので、そちら見ていきたいと思います。まずはこちら、さっき言ってたワールドカップ22セレクテッド先発選手トークンと、これが1回限定購入可能ですね。120個トークン使って、はい、120の選手確定なんで、これ熱いね。ガクポだったりバルディオル、アムラパとハキミ、ベリンガムと、個人的にはハキミとかベリンガムかな、強いのは。バルディオルもね強いんですけど、スキブがね鉄壁だったらね完璧にね当てに行ってさ、これちょっともったいね、アンカーに変わってるんで、まあ、これもね全然弱くないんですけど、やっぱスピード上がるね鉄壁が個人的には良かったかなとは思います。なんでね今ねこの選手たち買うのはちょっとやめて、11日後、多分みんなが手に入ったらまた安くなるんで、そこでね狙うのがいいのかなと思います。で次がセレクテッド選手の先発選手パックと、これがディフェンスですね。これが200回引けて、でまたこれね200回引くと、はい、こちらの無料で1回引けて120確定と。で次が毎日1回購入可能で、選手と FB がついてくるパックとなってます。でこれは現金でのみ購入可能と、まあ、これに関してもね
運試しで一杯で出るんで、毎日買うのは全然ありな気がします。最低でも114が出るんで、うん、悪くないのかなといった感じですね。で次がワールドカップ進化3確定ですね。116、118の HL 選手パックと。でこれ1000円でしか買えないんで、現金の。うん、正直これも微妙かなと思います。とりあえずこの選手たちね、当てても市場で取引できないんで、そこがね一番の懸念点かなとは思うんで、そんなに買うのはおすすめしません。あとは4つ運試しパック来ていて、トップトランスファーの運試しパックと LN 選手の運試しパック、次進化7の115、116ワールドカップ22運試しパックと。これワンチャンありかな。あとは進化5のリメンバー選手ですね、運試しパックということで、一応ね選手とトークンとワールドカップストアトークンもついてくるんで、まあね、ありっちゃありな気もするけど買わないかなと。値段が高すぎるんで、運試しに6000フビとか1万フビ使ってる場合じゃないんで、ちょっと微妙かなとは思います。まあ、ワンチャン買うならこの116出るパックかな。上級素材もつくし、いやけど微妙だな。これも116 15% なんで、7進というのが熱いけど、またこの後もねどんどん強い選手来るんで、これも買わなくていいかなとは思います。であとはさっき言ったこちらのトークンですね、この何トークンだっけ、セレクテッドトークン、これを使って選手以外にも、さっきも言った中級素材とかイベント選手か、この下行ってここでもらえるんで、 DP3000万とか強化素材、あと下にある中級素材ですね、こちらもね、まあ、自分が欲しいアイテムもらうようにすればいいのかなと思います。てかあれか、これ結局全部もらえんのかな、ログインボーナスのトークンさえちゃんとやれば。なんでこれもやるようにしましょう。あとはね、 VIP ストアの更新も入ってて、こちらですね、またこれ新しくなってるんで買えるようになってます。ルートプラス欲しい方はね、全然このパック660個手に入るんで、これかなり美味しいんで、これはね買うのありかなと思います。以上がね今回のストアの更新になってくるんですけど、まあやっぱおすすめはこちらですね、120の選手、これね毎日ログインして必ずもらうようにしましょう。はい、ということで今回もねアップデート情報お話ししていったんですけど、今ね市場でとにかく118の選手が安くなるのを待つといったのが個人的にはいいのかなと思います。皆さんもね多分引いてると思うんで、118の選手で市場とか見るとねかなり出てます。今例えばねシャビアロンスも今もう58、59とかやばいんで、相当これ落ちると思います。これね10連10回引いたユーザーが全員もらっただけなんで、それはね数もあると。これもね強い選手いっぱいいるんで、これで選手固めるためにもちょっとね落ちるのもあって、例えばねブランもめっちゃ強いしね、どこ行ったブランこれもやばい出てるし、多分これも半額ぐらいなんじゃないかな。なんでそこまでね待ってチーム強化するのを個人的にはおすすめします。まあ、そんな感じでね今回のアップでもねいろいろあったんで、ぜひこの動画見てね立ち回りのね参考にしてもらえればなと思います。もし何かね質問とかあればコメント欄や DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。